まだこれ今日とんでもない金額なのよ。これ新商品だね。何を入れるかはあなた次第。1個でいいですか。いや1個でいいですよ。1個です。すぐ調子に乗るけど大丈夫です。今日のスナップオンチャンネル。今日の予算は3万円です。帰っていいかな。何も買えねえ。総購入金額がもう700万円ですね。700、僕は計算してないです。700なんですよ。どこにそんなものの量があるのっていう感じなんですけど、700使ってんですよ。まあ、ただ消耗品とかあのヒートガンとかポリッシャーとか買ってるんで、まだこれから使う材料とか買ってもらってるとはいえですよね。まだ、はい、いりますね。まあいじってると必要になってくる。はい、ということでいきましょう。もういきますか。ポリッシャー、あ、これポリッシャーね。もう1個、これはもう言わずも2個目のポリッシャー。2個目のポリッシャーですね。なんか2人で結構磨くときあるんで、1人大きいの1人ちっちゃいのだとなんかチャンスよね。差別というか。これメインのやつはこれいくらでしたっけ。6万円。安いのよ。スパナ3本分ぐらいの値段で、おかしくない。電動工具なのにスパナ3本分ぐらいの値段で買えるの。これスナップオンシャープ2ぐらいで登場してたやつですね。あ、でこれ電気、折りたたみ電気。そう、これお願いしたんです。折りたたみ電気って書いてあったから、はい、これですね。これ緑、これね一番いい。これ一番いけないのがバッテリーぶっさせるのが一番やな。なんでこれでさせないんですかね、バッテリー。まあバッテリー使えるシリーズはインパクトとかで使ってるちっちゃいやつのシリーズがあるんで、これ一番いいんだけど一番残念。これ USB で充電なんで、これ一番いいよね。なんでかというと ここのライトがあるからこれがいい。これね、あ、これステン、おっと、ステンレス、気づかない。箱にはくっつきます。これ買ったんです。どう取ってないんですけど、これ買ったというか買わされたんです。魚さばけるね、これ。ステンレスだから。錆びない。何これ、やべえじゃん。こんなハンドルあったっすね、昔。あったあった、鎖のやつ。これあれですよ、お客様の大きさに合わせて調節できます。あの、首振り持っていてくれって言ったのはまあそうなんですけど、こんな持ってこいとは一言も言ってないですけどね。まあ面白いかなと。一個アクセントついてる。そう、昔ありましたね、ちっちゃいやつもあるじゃないですか。こうなってるやつ、まあ、これは、はい、この間欲しいって言ったね。そうですね、2分の1もあります。これ間違えても買ってないですよね。買ってないです。買った記憶がない。あのセットに入ってない。渋市はある。渋市エクステンションセットに入ってなかった。8分の3のエクステンションセット入ってないです。入ってないね。 OK、 これはいります。はい、2分の1もありますよ。2分の1か、まあ、一応買っとくか、うん、まためんどくさくて呼ぶの嫌なのよ。また変なの持ってきて。だからもうこれもうミッションやらないですって。いやいや、プラグレンチいるって言ったから、プラグやるときはこうやってこうできるでしょ。あのこいつのプラグ変えようかなと思ってて、水平太鼓なんで確実にこれ入らん。あ、でもちょうどいいのが首振り持ってきてもらってるんで、エクステンションの。まあいやらしいな、これ1個かなと思ったらもう3つもあるやん。いや、これはまあ後でまたどれいくか決めてもらえばいいんだけど。同じ、これオーソドックスじゃないですか。昭和のでかいやつ、はい、今この辺ここにある車を見る限りこれが付いてるものはないと、はい、ない。え、これ何に使ってます？ケンメリ。あ、そう、 L 型とか、はい、あの時代の車。あ、ナイス。でかっこいいよね、こういうの見るとやりたくなっちゃうよね、これね。これやりたくなっちゃうよね、ブルブルって。またこれ今日とんでもない金額になるんじゃないの。エクステンションの首振るやつ。首振りですね、うん、こうなってます、先っぽがね。あ、これ2段階のやつか。うん、そう、これ2段階のやつってうざいんすよ。ここで首振りになってぶっ刺すとロックされるっていう。で、一番奥まで溜めると動かなくなる。これ何がうざいって途中でハマっちゃうんですよね。例えばマニホールドの周りとか狭いとこ突っ込んでちょっと曲がったらなって言ってこうやってやってるんだけど、ネジが入らないでグッてやるとカチンって入っちゃって、そう、バーってなる。だから俺はこっちは嫌だって言って。あ、そう、こっちは嫌だ。こっちは嫌なんです。首振りなら首振りです。だいたいこういうのって2個とかつけるパターン多いんで、例えばこの長いのとこの短いのとかで、こうしならせて使うとかね。これかっこいいな。最近出たんだよね、今の車ってさ、ついてる位置が結構深いとこにあるでしょ、プラグ。知らないです。そんなプラグ変えたことねえですよ。で、これはもう車にあったんで、皮むき器です。慣例の儀式みたいな、アフリカとかで。あ、バチーンって入らんで。いや、皮だけ入れる。ワイヤーの配線向くやつですね。ワンタッチ、はい、これブルーポイント。ブルーポンしかない、うん、これ安いです、うん、あとこれ、これね、忘れてたわ。テーブルの生の記憶がもうね、すぐついた。ここにつく。そうです、はい、向きはどっちでもいいのよ、これ。ちっちゃいじゃん。あ、なんでここにつくよ、ここ。あ、こっち邪魔やで、これは。
絶対ちゃうやん。足らんかった。あっちっすね。またあれ置けなくなっちゃうじゃないですか。多分あれっすね、キャビネットにつくパターンだと思います。次どうしようかな。ネタが増えた。演劇派ですね、これ。あれ、なんか夢で浮いてるのかな。デジャーブーってやつだね。イタラチェです。イタラチェですね。スナポーの歴史の中では割と最近出たやつですね。やつですね。で、ここすごいごっついんで。また同じこと言ってる、はい、壊れちゃいけないんで、はい、薄いと。そう、どこの工具メーカーよりもこのラチェットの部分がどっちの方向も薄いと。薄くて強度出るのが一番最高ですよね。そうですね。ただ首振りのとこだけはどうしてもこんだけごつくなっちゃってますね、うん、まあ、しょうがないですね、これ。チタンで作ってほしいですね、このペライアスをね。じゃあ一応ね、はい、ただこれ袋にしまったら使わないんで、必ず出してこうやって置いておくべね、こうやって、こうやって。えらい邪魔じゃないですか。ちゃんと出して並べとかないと。こんだけ埋まるから工具。いや、もうほぼ埋まってます。もう買いすぎで。ありがとうございます。で、あとまあスパナ系ですね。まあ普通のこのいわゆるオープンエンドスパナってやつは1本も入れてないんですけど、 10mm とか 12mm、 14mm 普通に使うとこ、まあ大きいの欲しいって言ったんでうちにあったんでこの辺持ってきてみたんですけど、22、24、27、30、30、30。まああんまこれ使う人いないですわね今ね。なんか好みなんだよね。レンチを使うってなった時によく言われるのがコンビネーションでいくのか、いやいや俺はメガネとスパナだよって方もいらっしゃる。まあメガネとスパナです、うん、コンビのお得なんですよね。サイズが左右違うやつなんていうんですか。左右違う27と30、うん、違う。これスパナ、形がスパナ、そういうことじゃない、うん、でこれがメガネなんだけど、はい、メガネとメガネ、これはだからコンビ、メガネとスパナがついてるからコンビネーション。コンビネーションで、これサイズは一緒だよっていうね。そうそうそう、これ好みだね。でも圧倒的にコンビネーション使う人の方が多いのかな。高いね、これスパナがね。もうこれ一回買ったら買わんでいいから、もう一回ここの門をくぐり抜ければもうあと楽なのよ。レンチはそんなもんだね。 あとその六角ヘックスはどうしようね。これ短いやつはあってもいい、ね、これトルク結構かけても大丈夫ですか。ボールはどうしてもね、消耗品で折れちゃいます、いつか。まあ、これいるんでね。長いのはねじれるっすよね。どうしてもしょうがないね。これいりますね。これも剥がしちゃうけど、8分の3がダイレクトにぶっ刺さるのと、可動域がめちゃくちゃあるっていうね、いるんすよ。ただ使うタイミング限られる。その時訪れた時にないと、もうマジでなえる、うん、もう外れんもん、そこ。もう時間ないもんで、明らかにもう焦ってますもんね。そんなことないよ。巻きじゃないですか。そんなことないよ。はい、デカハンマー。はい、あ、いらないです。すぐに返した。あれは使わんな。これ新商品。そう、これね、俺秒で欲しいって言って。よいしょ。いや、絶対演技だし。演技だし。演技だし。で、これをここかここなん。ここわかる。ここでもいいんだけど、もうここでもうガンガン使って、これペッて貼り付けて床に置くとさ、もう蹴りまくるから工具。ここにこうつけておく。2個貼っといて、向こうに。電動リューサー、これはいるね。いつも使ってるちっちゃいインパクトのバッテリーを挿してもらえばビュンビュンに回ります。で、チャックが 6mm と 3mm オプションなんですけど、はい、サービスでね、これを入れることによって。あれサービスじゃないの。あれおかしいな。これ入れることによって、はい、日本で売ってる 6mm、3mm のやつが使えるようになると。そうです。これエッチな道具つけたらいいのにね。そっから先は僕知らないから、うん、ビュンビュンご自由に。ビュンビュンって言って、うん、すごい回るからね、これ。え、すっごい回るから、ね、すっごい回る。なんかバッテリー入れてみたら、これでスピードは、変な空気流れたね。すっごい回る、これ。すっごい回る。何これ。ガスを燃やして熱源にするハンダゴテ。あ、ハンダゴテです。で、ハンダゴテなんだけど、発音おかしないですか。ハンダゴテ、ハンダゴテじゃないです。どっちだろうね。どっちだと思う。ハンダゴテ。どっち。ハンダゴテ。ハンダゴテ。3対2なんで、もう変えてください。ガスでやるね、ハンダゴテ。ハンダゴテ。ハンダゴテ。で、こいつは別売りなんですけど、プラスチックリペアする要望があるんですけど、はい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 、ああ、それいいな。このヘッドを使ってもらうと、要はバンパーリペアとか。急に買いたくなって、いらんと思ったのに。素材に合わせて何種類かあるんで、 ABS とか PP とか、はいはい、ライトのステとか、一応溶着。これ前言ってたやつですか、僕欲しいって言って。違います、ね、あれとは違う。あれはちょっとまだ来てないんですけど、ウニュウニュのやつは使えないですよね、うん、あれは温めたホチキスの針みたいなやつをブスって刺すだけ。これは溶かして、うん、それを補強したりとか。で、ガスは。ガスはホームセンターでお買い求めください。え、これ注入式ですか。トーチ用のガスが使えます。はいはい、いいじゃない。はい、ありがとうございます。もういつか使うだろう。これ今日70万コースじゃない、これ。また
はい、この間サイズがちょっと大きかったつなぎとサロペット。あれだよ、みんな買わなかったっけ。買ったらプレゼントした量で撮ったよね。一番小さいやつですね。 M です。この間のが L だったんで1個サイズちっちゃいの。あれマッチョ、お前買ってるから頼めよって言ってなかったっけ。頼んで頼んであのデブ用、デブが着れるやつないですか。あるあるよ何が入らんって足が入らないんですよ、太ももが。でもアメリカンサイズ一番でっけえの持ってこようか一回。ていうかつなぎが好きか嫌いかだよ。いやこれじゃないと、うん、あいつこうギュッてなっちゃうんで。サロペットね、一番でかいの。かしこまりました。よし、変なの持ってきてんな。これねキルティングのマットなんだけど。キルティングって何ですか。中綿が入ってる布ってこと、はいはい、何使うんですかこれ。これは作業用下に引くとか。 おばあちゃんが塗ったような感じやじゃないですか。これはね、あとワゴン車の荷台に引くとか、はい、そういう使い方してる人が多いです。斉藤の S が入ってる。一気に買う気で購買力がなくなるじゃないですか、うん、1個でいいですか。いや1個でいいですよ1個ですすぐ調子に乗るけど斉藤さんいけるかなと思ったら、斉藤さんから買ったあの温度測るやつ、あれ一度も使ってねえもんな。あれ竹下さんのとこ行ったんで聞いたら、お俺持っとるぞって。ほらほらほら要はあれは普通の整備でちゃんと使おうって思ったら、温度さんの生じるトラブルは全部あれ可視化されるわけよ。そんな難しい整備やらないです。整備っていうか俺らがやってるのは交換作業なんで。これ新商品だね。頼んだ。何を入れるかはあなた次第。入れる人いる？エスパー伊藤やん。はいってなんでか。これ2つ買ったんですよね。2個セットです。2個セット。よし、今日は最後のこのブーブーです。これラッピングで使える一品ですね。キャスターが付いてない、ね、あれこんなんでしたっけ、うん、キャスターこれから付けるんだけど。うわこれダメなやつやん、角あるから。あれ新商品ですよねこれ。新商品というかこの間のチラシに載ってて割とこれ最近出ました。チラシになってるのはパイプになってませんでしたこうやって。あれは違うよ、全部これ。パイプのやつはパイプのやつで別にある。カタログに載ってないやつってことですかそれ、うん、これこの間のチラシに載ってこの色っつって言ったやつ、はい、そのチラシにパイプのやつなかったっす。パイプ確か。うんうん、それはそういう形のやつがあるよ昔から。でもう一個ご注文いただいてるのは真ん中に油圧のシリンダーがついてて座面があるやつ、はい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 、これ使うけど角がな。でも角はまあなわけないじゃないですかあとブルート2個。これなんだよこれ。それもまだあるよ。もういらんすってこれこのブーブー。それツインドリフトしないかも。これで3人でギャーってハンドル持って急に購買欲が湧いてきたね青いいね、青が一番いいわ。まあ1人1個だな。何入れよう。マスキングテープですね。これが一番でかく感じちゃうのは気のせいかな。ここが出っ張ってる分でかいかもしれないね。まあこれで車に傷をつけんことを祈るわ。こんなもんすかね今日はね。そうですね、今日もたくさんありがとうございます。結局買わなかったのハンマーだけっていうあの謎のデカハンマー使えるよあとオブリビオン買っといたんでね。あー2個ね。これ説明ないんですか斉藤さ ん, ん。ちょっと今日1個用意できなかったんだけど、14ミリの6ポイントっていうのがあるんだね。普通にプラグってインチなんですね。あとミリだよ最近のは。で六角のこの長さのやつがあるので、今日ちょっと在庫なくて持ってこれなかったんだけど。じゃまたで、うん、この12ポイントを使うかどうか。まあ背の前ところだったらね入れやすい、うん、あってもいいんだけど。12ポイントっていうプラグがあるんだよ実は。え別にこれ6ポイントでも入りますよね。あもちろんで薄いんでこっちの方が、うん、それはそれであってもいいと思います。今主流は14ミリです。でこれはまあ昭和の古い車で、これは昭和の終わりかけの車でこれ結構使うんじゃないですか。まだまだ使うと思います。この辺もそうじゃないかな。なわけないじゃないですか、そんな古くないぞこれ。いやこれが多分これだと思います。これですか、うん、8分の5ぐらいだと思います。はい、ということでね、買いすぎました今日も。そんなことない、もう買わんすよいやいや、ここすごいスピードだからね。ガーッと買っていきなりもうバーンって買わんくなる。そしたら俺シミュレーター遊びに来るから、はい、そしたらあのもう一人獲物がいるんでマッチ君に、はい、給料いっぱいあげてください、はい、頑張ればあなた次第あなた次第。はい、ということで今日のスラッポンチャンネルはここまでです。また来週。ありがとうございました。